こんにちは。今日はランチパックを使ってフレンチトーストを作りたいと思います。今回用意したランチパックがこちらです。じゃあ今回5種類のランチパックを用意しました。それでですね、もう下準備が進んでるんです。じゃん、もうこれは牛乳と砂糖と卵を混ぜた液に浸した状態なんですけど、いろいろサイトによってこの卵の量とか牛乳の量が違うと思うので、お好みで大丈夫だと思います。それで漬け込み時間も公式では5分から10分って書いてあるんですけど、人によっては1日漬け込んだって方もいるので、これもお好みでいいんじゃないのかなって思います。では早速焼いていきたいと思います。それではバターを敷きます。漬け込む時間が長ければ長いほど崩れやすくなるので注意してください。ではしばらく焼いていきます。焼き色がついたら返します。そしたら蓋をしてさらにまた焼きます。ちょっと焼いてる間に私が最近ハマってるお菓子を紹介します。セブンイレブン一口クランチチョコ、これが本当に美味しいんですよ。クランチの食感もいいし、しょっぱい甘いしょっぱい甘いともう一気に何度もきます。あ、美味しい。味は結構濃いんですけど、本当に後引く美味しさです。美味しくてあっという間になくなっちゃうんですよ。では多分もうそろそろいい感じなので開けてみます。見てください、フルフルです。美味しそう。では早速食べていきたいと思います。いただきます。ほんとフルフルだ。中のピーナッツが溶けてとろっとしてます。もうないです。とろっとろ、美味しい。中のソースが温まって激熱なので食べるとき注意ですけど、本当に美味しいです。中にクリームが入ってるからすっごい甘くなってしまうと思って、砂糖の量をちょっと控えめにしたんですけど、もっと足しても良かったかもしれないです。バターの風味もいいし、表面カリで、あと本当にトロットロです。アイス乗せて食べます。絶品。バニラアイスすごい合いますね。美味しい。あったかい冷たいってなんでこんなに美味しいんだろう。ピーナッツとバニラアイスが本当にいい組み合わせ。ランチパックのピーナッツってこんな美味しかったんだって再確認できる美味しさです。ピーナッツって王道だけど最強な気がしてきた。次はメロンクリーム&ホイップを食べます。見えますかね、切ると中のクリーム出てくるんですよ。メロン温めちゃうと正直どうなのかなって思ってたんですけど、美味しいです。追加でホイップクリーム足したらもう最高に美味しいと思う。ランチパックでフレンチトーストいいですね。表面カリカリで中がふわっとろです。メロンの爽やかさがあって甘いけど飽きない甘さです。ランチパックでフレンチトースト何がいいって、このままでも十分に美味しいです。せっかくだからアイスも一緒に。最初5個ランチパック多いかなと思ったんですけど、飲める系なのであっという間ですね。そのままでも美味しいけど、やっぱりアイスと一緒に食べるともうとんでもなく美味しいです。ピーナッツより好きかもしれない。次は小倉バター食べます。通常のランチパックの 1.5 倍は膨らんでる気がする。悪魔的うまさです。一番バターの塩気が引き立ってますかね。美味しい。でもこれはきっとまたアイスと食べたら絶品なはず。あったかい冷たいってなんでこんなに美味しいんだろう。甘い系だったら基本何でもこのやり方で美味しく食べれると思います。小倉の食感もあるから満足感もありますね。今回美味しいしか言ってないけど、本当に全部美味しいです。次は生チョコクリーム&ホイップを食べます。見えますか、チョコレートがとろけてます。すごい美味しいんだけど、チョコが薄く感じる。なんでだろう。多分これはそのまま食べた方が生チョコ感を感じられる気がします。熱すぎて麻痺ってるだけかもしれない。チョコレートともう一つのやつはフライパンで焼いたんですけど、返してからの焼き時間をちょっとだけ長くしたらすごく表面がカリカリです。好みかもしれないですけど、ふわっとろでいくかカリトロでいくか。麻痺してただけかな。アイス乗せます。アイス乗せた方が美味しいですね。チョコなんで余計かもしれないです。熱すぎると麻痺しちゃうだけですね。今はちょうどいい。ホイッ
イップは中に染み込んじゃってるんですけど、チョコレート好きな人おすすめです。最後ストロベリーチーズケーキ風味食べます。切ったらイチゴの甘酸っぱい香りがしてきました。ストロベリーチーズケーキの味だ。実はこれ初めて食べる味なんですけど美味しいです。うわこれ美味しい。ストロベリーチーズケーキのほんとそのままの味が楽しめます。うわーもうこれ最高ですよ。美味しい。なんかもうどっかのお店で食べてるみたい。チーズケーキ風味だけど酸味はほとんど感じないですね。うわこれもめちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。ランチパックでフレンチトースト全部美味しかったです。その中でも私の一番のお気に入りはじゃん、メロンクリーム&ホイップ。ピーナッツとかオクラは絶対美味しいって分かってたから余計かもしれませんが、もう一口目が衝撃的美味しさでした。あとこれも最高に美味しかったです。さっきも言ってたけどお店で食べてるかのような味わいでした。皆さんもぜひ簡単に作れるのでランチパックでフレンチトースト作ってみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。またね。 Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。煮干鶏干し中華そば、メガシリーズの魚系でカツオも美味しかったんですけど煮干しも最高です。カップ麺とは思えないクオリティ。具は細かく切られたメンマとネギとそぼろが入ってます。